アレス V。アレス V はアメリカ航空宇宙局のコンステレーション計画で使用される予定だった二段式の貨物打ち上げを使い捨て型ロケットである。2019年の初打ち上げを目指して開発することが計画されていたが、コンステレーション計画の中止に伴い開発が中止された。当初は貨物ロケットと呼ばれていた。ギリシャ神話から名付けられ、英語の発音は エアリーズマイナス5に近い。2010年4月15日、バラク・オバマ大統領が、ケネディ宇宙センターで2015年までに30億ドルをかけてアレス V に代わる新たな大重量打ち上げロケットの設計をする計画があることを発表し、2011年9月に NASA がスペースローンチシステムの開発と2017年の初打ち上げを発表した。アレス V は、 有人飛行用のアレスアイを保管する目的の貨物打ち上げ用大重量打ち上げ機であり、国際宇宙ステーションの新しいモジュールを打ち上げたり、月面着陸や基地建設のための大型の機材、アルタイル月面着陸機等や資材を月へ送ったり、将来の火星探査用の打ち上げ機となることも目的として計画されていた。ガッツミッションを行う場合には、先にアレス部位が 第2弾の地球離脱弾、アースデパーチャーステージ、EDS とそれに搭載された、アルタイル月面着陸機を、地球低軌道に投入する。この後、アレスアイで、オリオン宇宙船が、同じ軌道に打ち上げられる。地球離脱弾、アルタイル月着陸機と、オリオン宇宙船がランデブーしドッキングした後、再度地球離脱弾のロケットエンジンに点火し、一体となって、 月への軌道に向かう計画であった。アレス V はアメリカのサターン V や旧ソ連のエネルギー以上の188トンの貨物を地球低軌道に71トンを月周回軌道に投入できる能力を持つ予定であった。従来の有人宇宙計画に使われたサターン V やスペースシャトルでは人員と貨物が同じロケットに乗せられていたがコンステレーション計画では目的別に アレス・アイとアレス・ヴという異なる2種類打ち上げ機を使用する予定であった。異なる打ち上げ機材を用意することで、それぞれの目的に対しより特化した設計を行うことができるからである。また、コンステレーション計画以外の目的に使う計画もあった。最初の提案は、地球と太陽のラグランジュ点に直径8メートル以上の新しい、 高額宇宙望遠鏡を設置するものである。これは大きさも性能もハッブル宇宙望遠鏡を大幅に上回るものだが、アレス V ならば、サターン V がスカイラブを打ち上げたように一回の打ち上げで設置することができる。アレス V は一段目に固体燃料、ロケットブースターと RS-68、液体燃料エンジンを二段目に J-2X 液体燃料エンジンを使用する二段式ロケットである。個体ロケットブースターは、スペースシャトルでは4セグメントで使用しているものを、セグメント、または5.5セグメントに変更、延長したものを2機使用する。主エンジンの RS-68 は、6機を、スペースシャトルがイブ燃料タンクを大型化したものに、取り付けて使用する。当初 NASA は、主エンジンに、 スペースシャトル主エンジンを使用するつもりだったが、RS-68 の比較的簡易な設計、大水力能力、低価格性を考慮し、RS-68 を選定した。第2弾は、サターン IB や、サターン V に使われた衛水部部上段ロケットをもとに、しており、地球離脱弾、アースデパーチャーステージ、EDS としても知られる。アレス I の第2弾にも使われる。 J-2X ロケットエンジン1機を使用しており、アルタイル月面着陸機や大型ペイロードを周回軌道に投入する役割を持つ。さらに、アルタイル月面着陸機を元にしたキックモーター、もしくはセントールと模様を用いることで、ガリレオ探査機とか C ニホイヘンス探査機を合わせたほどの重さの宇宙探査機を直接太陽系外周部へ送り出すこともできる。 ロケット全体や第2弾の開発は、マーシャル宇宙飛行センターが、ペイロードフェアリングに取り付ける、自己診断システムは、エイムズ研究センターが、月着陸機の着陸弾、アレス V の電力システム、水力変更制御、システム、ペイロードフェアリングの開発は、グレン研究センターが、空力解析は、ランブレイ研究センターが担当していた。 アレス V が、NASA に、全く新しい案として出される前から、アレス V のようなサターン V の後継となる、大型ロケットは、長年提案されてきた。ザ・ケース・フォーマースという本の中で、ロバート・ズブリンは、将来の大型打ち上げ機の構想をアレスと名付けていた。本の中のロケットは、スペースシャトルの外部燃料タンクに3機のすぐを取り付け、2段目には RL、RL-10 エンジンを使用していた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。